続きまして本式にご臨席を続きまして本式にご臨席をいただいておりますご来賓の方よりご挨拶を賜りたいと存じます。まずはじめに神石高原町議会議長岡崎定様よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本日は議会議長が参りまして久しぶりご挨拶を申し上げるところでございますが、所要のためちょっと欠席をしておりますので、私総務委員長をしております木野山でございますが代わってご挨拶を申し上げます。挨拶文を預かってまいりますので代読をいたします。神石高原町立二高小学校の閉校にあたり神石高原町議会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。二高小学校は昭和36年の開校以来50年の歴史の幕を閉じることになりました。本校の歩まれました50年の歳月は経済の高度成長からバブル経済の崩壊など社会経済情勢が大きく変動し、またこのことは同時に教育環境にも著しく影響を与えた時代であったと存じます。この間幾多の困難を克服され本校を発展に導きご尽力されてきた歴代の校長先生をはじめ教職員の方々 PTA や地域の皆様方に心より敬意を表しますとともに深く感謝申し上げます。本校は児童一人一人の個性を生かし柔軟な思考力を養うなど児童の自主自立性を尊重し創意あふれる特色ある教育環境の中から巣立っていった多くの卒業生が社会の一員としてさまざまな分野で ご活躍されていることは無論のこと21世紀の国際社会に一翼を担うであろう幾多な有望な人材が育っているものと確信しております。結びに今日に至るまで本校の教育活動に温かいご支援を賜りました関係者の皆様方に心より感謝申し上げますとともに今後は高二小学校三和小学校と統合となり新たに三和小学校として出発するわけでございますがこれまでと同様心身ともに健康な児童の育成にご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ私のご挨拶といたします。平成23年3月20日神石高原町議会議長岡崎定代読総務文教常任委員長木野山隆。